ね、もう帰ろうまで腹減ったよ。無事だ。腹減りすぎて上がったんですよ。ちょっと。あ、コクのおやつがある。もう腹上がったから帰ろう。お腹すいたね。お腹すいてんの。あ、これ。この辺コキアとか入ってたら超良かったね。うん。帰ろ帰ろ帰ろ。移動のケーキちゃん。そば食いて帰った。何の音？犬？すごいポップ水底方向したの見た？うん。アイコンとか見てもわかるよ。四駆。突然。マジでもう帰ろうです。世間も帰ろう。今石はなんかずれた音なのかな。犬の声の音。このサインはこのボタンで。食べたよ。おばあ、どうしたの？どうしたの？どうしたの？あ、これすすきのヶ原、いいね。はあ、もう家帰って飯食いてんだよ俺は。帰ろうぜ。うん、安いね。駅から遠いけど、でもちょっと歩いて、この辺。帰ろう。うん、また帰ろうまでで。家帰ろう。お前、足取り重くなってねえか、僕。そろそろ疲れてくる頃だな。お腹も空いてるしな。今日ずっと寝てた。寝てた。遠吠えしなかった。大丈夫。大丈夫です。あ、ちょっとしてた。また遠吠えしてたの。うん。どういうやつ？どういう遠吠え？青青ってやつ。全部動画撮ってない。あ、撮ればよかったね。うん、もったいな。一緒に行きたい。へったくそな遠吠えな。あれ、一人の時絶対相当遠吠えしてる可能性あるね。おお、寝てるよ。もう誰もいねえって寝よう。ずっと吠えてるわけじゃないからまだいいけど。
何でもいいけど、うどん食いて。で、これがさ、本当にずっと吠えてるんだったらさ、大変なの。仕事の時だけさ、森谷先生とかに預けるしかねえなって思う。ってなるよね。うん。預けるだけだったらそんなにかかんないもんね、3日だったら。朝起きちゃった。ババ、あ、見ちゃった。やっぱ右耳なんか変な垂れ下がってるし、ほら、はい、家行くぞ早くだから。こんなとこでなんか見れるわけねえだろ。耳の位置がずれてる時ってなんか耳が不調な時だって。ええ、何でどんなの。そのまま戻ろうです。アン君いるかもな。アン君はいいから帰ろうぜ。だんだんアン君大人になってきちゃった。前ほどガッツかなくなってきた。前やばいかったもんね。すごかったよ、なんかもういろいろ出てたしね。うん、ちょっとあれが出てましたね、今ペローンって。それもなくなったもんね。出てる？おしっこ出てないね。うん、なんでこんな腹入ってんだ。ルッコラは頼むよ。ルッコラみたいな。あ、その前にジャガイモ食べなくて。ああ、まあ、なんか日本抜けばいいのに。あんな、日本抜けばよかったのに。日本から出さないとあんまり。今日食うからいい。これ公園が晴れたら一番楽だったね。まあね、前は入れたのかな。すっごい昔は入れたっぽいけどね。ああ、って言ってたよ。なんかもうポプが0歳的になんか話した飼い主さん。相当昔だろう。俺多分ここに住むの前じゃない。多分そうだ、相当前だと思う。戻ろ、ポプ戻るぞ。抱っこ。疲れたからこれ以上曲がんないんだけど。ポプ抱っこ。どんぐらい前までこう行ける？あとで。今これやってるから。いつくよ。ここつかなかったらやべえな。うん。お腹すごい。おしっこ出てるんだ。もうマジで腹いっぱい。お腹減ってる。あばい。あれさ、あれゾウじゃん。あ、右側のあれ何？羊でしょ。羊？うんうん。ああ、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 出てきた。ねえ、お腹空いたから帰る。もう帰りたい。もうお腹が空いちゃったよ、僕。もうじゃあ帰りますですか。まあ今日一股だよね、ここまで。いや、だからよく気持ちないなって。すごい面白い、後ろから見てる。こんなんだよね、人間でいうとこの。うん、もう絶対にさ、足気持ちよね、自分に。ね、超一股なんだもん。だからちょっとやってよ。そんな感じでよく。バランスいいんだよ、しかもこれ。バランスがいいからさ。もう一回やって、こんな感じなんで。もう一回やってし、はいはい、早く早く、こんな感じ。マネてマネて、あぶだぶだ。だから尻尾プリプリするんだよ、これ。ケツプリだよ、ケツプリ。ケツのプリンス様で。ラジモララ。ラジモララ。ああ。お腹すいた、帰ろう。すいません、すいません。おっぱ、おっぱ、あのおじさんも帰っちゃった。帰ろう。勝手に。この時間にしか見かけない。胃が穴く。いそうじゃない。あ、頭こっち。胃が穴を掘って、なんで結婚から穴を掘ったんで。お腹が空いちゃった。その範囲をこのボタンで、もう。誰も来ない後ろから。おばおばあ、じゃあアン君いるかも。アン君、
おばみ。もう帰ろ帰る帰る。はい、ここでギブアップですかね。私がここのさ、ドアに反射した自分見てさ、あっちにも犬いると思ってさ。こいつの。うん、追っかけ落としてた、あの可愛かった時期はもう終わってしまった。で、僕、あんくん寝てるよ、ぽんちゃん。いや、戻るぞ。じゃあ、ニーニーでした。抱っこしようか。はい、ぽん太郎。リリリリー、本当に寝てると思う。くすぐれ、うん、寝るの早いって言ってたもん。これで